開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田井和孝です。先週第15回心の授業講演会で佐藤義直師匠が話してくれた日本人の本性は規律性、秩序性、協調性にあるというお話をしました。一時期だから日本人はダメなんだと言われた時代がありました。日本人は規律ばっかり守ろうとする、日本人は秩序を優先しすぎる、日本人は周りの人の目を気にしすぎると言われました。確かにそういう部分はあると私も思います。でもみんなで規律を守ろうとする、みんなで秩序を乱さない、周りの人を気遣うって大事なことですよね。これこそが日本人の長所です。ところで今回のラグビー日本代表の活躍ぶりは本当に素晴らしかったですよね。その日本代表の武器の一つがスクラムだと言われています。日本より圧倒的に体も大きくて一人一人のパワーではかなわない相手に負けてないんです。負けてないどころか、サモア戦のスクラムなんてあの屈強な選手が揃ってるサモアフォワードのスクラムを押し返してましたからね。私もうあれ見て感動したんです。聞くところによると日本のスクラムが強い、その一番の理由が規律だそうです。パワーに物を言わせて押してくる外国人チームに対して日本は一人一人の役割がきちっと決まっていて、それを一人一人が確実にやるんです。例えば足を置く位置が数センチ単位で決まってるそうです。一番前の3人は相手の選手の力を削ぐ役割です。押すのは後ろの5人の役割です。試合中カメラがスクラムの真上から撮ってる映像を見て全然違うって思いました。日本のスクラムの形が綺麗なんです。力が分散しないように先頭の1点に力が集中するような、そんな形なんです。まさに規律正しいスクラムなんです。日本人の本性である規律性が見事に生きてるんです。あ、もしかして外国人がいっぱいいるじゃないですかって思ってる人います？とんでもないです。彼らは母国でも代表になれる選手です。その彼らが日本人の心と魂を持って日本のために頑張ってくれたんです。それではまた来週お楽しみに。開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。